ここは？ここは大宮駅でございます。時刻は？知らん。そこは知っておいてよ。改めまして、今の時刻は午前9時30分頃です。それでもまだ時間は曖昧なのね。奥からは上の東京ラインが入ってきてるな。JR って何が来るの？そう、これが今回の本題だよ。もう少し待っててね。本題が入ってきました。あの、見覚えのあるライトは？まあ、あえてネタバラシはしないでおこう。トランスイート敷島だ。大宮駅で見るとまたかっこよさが違いますね。ピッカピカですね。モザイク入っててすみませんが、敷島の乗務員交代です。まあ、乗務員交代するところを見れるところなんてここか、みなかみか、ニーツとかだよな。はい、乗務員交代が終了し、敷島が新潟に向けて発車。なんか、臨時電車が見えた気が。失礼者、小金駅です。427系5000番台か。あれは、何？あれはですね、調べても特にはヒットしませんでしたね。そっか、なんだろうね。奥行きにおきまして、信号機故障が発生しております。また、湘南新宿内の下り電車につきましても、ちなみに今回泊まらせていただいたお宿は大宮駅から徒歩すぐのレフ大宮さんです。お部屋も良くて駅も近くて最高のお宿でした。ありがとうございました。あの後、ホテルのチェックアウトを済ませ、今は高速道路に乗って前橋に行こうとしてるところです。なんで前橋？これあれでしょ、どうせ乗り巻きのことなんだからポポンでったでしょ。煮干しです。いや、煮干しな。あ、はい、サーテン。やっぱり慣れずで起こると怖い。ポポンでった前橋線、高崎線に到着。20分400って高くない？糸魚川駅のジオパルが30分400円だから確かに高い。はい、400円払ってきたのですが、今日本当に土曜日ですか？ってなるぐらい空いてます。しかもここのレイアウト2段でめちゃでかいんですよ。なので視点が高いです。こじってるぞ。黙れ野獣先輩。ちなみに慣れと霊夢がいませんが、2人は服を買いに行きました。じゃあ2人で実況？おっしゃる通りです。待って、耳壊れた。今は僕の愛車 D129系を走らせます。てか、めっちゃでかいです。レイアウトがめっちゃ M ゲージが小さく見えるな。どの後ろにいる人との大きさが全然違って、これも面白い。はい、みんな大好き列車交換です。 D129 系と国鉄貨物はちょっと似合わないな。まあ、そんな文句言いなさんな。待って、嫌な音が。どっかの電車が脱線してるな。よっこらせ。あ、コップ1万が脱線したね。まだ、カバンの中になんか入ってるぞ。これ走らせようぜ。何走らせてるの？ほら、あそこ走ってるじゃん。どれ？ほらあれ。あ、この前買った H100 型ね。実は一昨日こっそりあいつに車内灯をつけてきたんだぜ。あ、だから光ってんのね。
てか、もっと兄弟編成が欲しくなるレイアウトだな。そうだね。まあ、考えとくよ。こちらさっきの駅でございます。お、入ってきたな。で、そして連結か。そうそう、こういうシーンを見ると鉄道ファンはテンション上がるよね。ねえ、そんな視聴者さんに圧をかけるな。こら連結するぞ。今の警笛なんだ。あ、編集中見つけた。いや、めたいよ。たった今。おかえり。慣れたらめっちゃ服買うから大変だったわ。そっか。これでいつものメンバーが揃ったな。はい、時間になったので終わりにしますか。最後に線路配置を見て。駅の照明もリアルですね。そして私たちは家に向かうのでした。意外と高崎から新潟って遠いんだよな。関越トンネルがある影響なのかもしれないけどね。って聞いたら水上か。谷川だけで休憩しようか。あー、もうスロットで新潟県じゃん。この旅ももうスロット終わりですね。それでは谷川だけをバックにご視聴ありがとうございました。長編になるとは思ってなかった。まあ、これもいい思い出ということで。それでは長い旅に付き合ってくださりありがとうございました。それではまたどこかで。バイバイ。あ、家帰ったら編集地獄だ。まあ、頑張れ。